勝光院の入り口。桜木遺跡のある桜一丁目から三丁目は、かつてこの寺の寺寮であった。桜木遺跡桜木遺跡の一桜木遺跡は、東京都世田谷区桜一丁目に所在する、旧石器時代から近現代に至る複合遺跡である。世田谷区のほぼ中央部にあたる、大地上に位置し、その範囲は東西に約400メートル、南北に、 約220メートル、面積は約8万平方メートルと推定されている。2005年に初めて発掘調査が行われ、同年の第一次調査で350件以上に上る縄文時代の住居跡が発見された。世田谷区内の大規模縄文遺跡の一つで、東京とかでも最大級の環状集落と評価される。前日の大例寺調査から二千十五年の 第11次調査まで14回にわたって本発掘調査が行われ、今後も引き続き調査が予定されている。これまでの発掘調査において、縄文時代中期の大規模な集落遺跡である点がとりわけ注目され、目黒川、カラス山川水系に分布する縄文時代中期の集落遺跡群において、中核的な存在である拠点集落との推定がなされている。 この遺跡から出土した縄文時代の遺物は2009年に桜木遺跡出土の縄文時代遺物一括として世田谷区の指定有形文化財に指定された。世田谷区で旧石器時代の遺跡の存在が初めて確認されたのは1952年のことである。この年は日本の旧石器時代遺跡発見の行使となった。 岩塾遺跡の発掘調査から数えると3年目に当たり、東京都内で初の旧石器時代遺跡と判明した諸遺跡調査の翌年でもあった。この年の9月、直オ忍、江坂照や佐藤俊也などが世田谷区大田にある通称を根津山という地域の住宅地区整理工事に立ち会った。彼らは立川老無僧の中から歴史や白片石器とともに、 焼けたつぶてが集中している部分を発見した。この地点は後に、熱山遺跡として登録された。このように、世田谷区においては、比較的早い時期に、旧石器時代遺跡の存在が知られていたが、本格的な調査は長きにわたって、未実施のままであった。桜木遺跡についても、本格的な調査が行われたのは2005年になってからであった。 1984年3月に、三田義春が執筆した、世田谷、桜、鶴巻の歴史という小冊子では、縄文中高期の遺跡とされ、出土品として、土器片、石族、石符、海洋のが記述されるのみのごく簡略な記述であった。2005年に始まった本格的な調査で、桜木遺跡は、旧石器時代から近現代に至る複合遺跡である、ことが判明した。 とりわけ注目を集めたのは、縄文時代の住居跡の発見で、その数は350件以上に上っていた。これらの住居跡は、時代的には、縄文中期のもので、環状集落と呼ばれる広場を中心として、ドーナツ状に広がる、当時の村の様子や人々の生活について知ることのできる遺跡である。桜木遺跡は、世田谷区内では大規模な遺跡の一つである。 東京とかでも、縄文時代の集落遺跡としては、最大級の規模と内容を有するものである。国分寺が気仙沿いに存在する遺跡では、縄文時代の大規模な集落遺跡が発見されて、いたが、桜木遺跡のように、内陸部にあたる目黒川、カラス山川水系沿いにある、縄文時代の大規模な集落遺跡は貴重なもので、学術的にも重要なものとされる。目黒川、 カラス山川水系に分布する縄文時代中期の集落遺跡群において中核的な存在である拠点集落との推定がなされている。この遺跡から出土した縄文時代の遺物は2009年に桜木遺跡出土の縄文時代遺物一括として世田谷区の指定有形文化財に指定された。なお、東京特部や特部西側に隣接する地域である。 武蔵野大地東部では早くから都市化が進展しており、例えば多摩地域のように大規模な開発に伴って縄文時代の集落の全貌が明らかとなることは少なかった。このため武蔵野大地東部では縄文時代の集落研究があまり進んでいなかった。桜木遺跡もやはり古くから宅地化が進んでいたため本格的な遺跡調査が困難な地域であったが近年 まとまった規模の再開発が行われた際に実施された発掘調査の結果、その存在が明らかとなった。遺跡については、区議会の質疑において、住居跡などを復元しての保存を希望する意見が出た。しかし、桜木遺跡の中心部にあたる土地を所有している警視庁との関係もあって、住居跡などの遺跡については、記録のみの保存。 遺物や出土品については現物を保存することになった。世田谷区は東京都内において、有数の遺跡密集地帯であり、区内のほぼ全域に分布が認められる。遺跡の時代としては、約3万年前の石器製作跡を最古として、近世の大名神屋など、比較的新しいものまで、ほぼ全ての時代の遺跡が存在している。世田谷区内にある300カ所を超える遺跡のうち、 その約半数で、縄文時代以降の存在が想定されている。とりわけ、縄文時代の遺跡については、およそ4500年前の中期にあたる遺跡が、数多く発見されていて、村の変遷をたどることが可能な縦穴住居や母校、貯蔵穴、落とし穴などの遺構が多数確認されている。桜木遺跡のある桜一丁目は、世田谷区の中央部に位置し、目黒川の上流域、 カラス山川の中流域にあたる。この付近は標高が約40メートルあり、小玉川によって形成された三段の下下段球面からなる台地である。台地上には玉川、木黒川、丼川の各水系に属する小さな河川の流れによって多くの谷が刻まれている。桜木遺跡は武蔵の段球面の目黒台と呼ばれる部分に所在している。 メグロ台の台地は北側をメグロ川水系のカラス山側、南側を細谷戸川という小河川に挟まれ、この2河川が合流する方向に絶上に突き出した形となっている。台地とその北側を流れるカラス山川との飛行差は約5メートルである。桜木遺跡がある断球面は周辺の断球面よりも侵食が進んでおらず、 起伏の少ない比較的平坦な土地が広がっている。一方、桜木遺跡東側のカラス山側、細谷戸側の合流点付近は遺跡周辺では最も広い定地となっている。遺跡の推定範囲は東西に約400メートル、南北に約220メートル、推定の面積は約8万平方メートルとされる。都市下の振興のために遺跡の大部分が 住宅地となっている。桜木遺跡の所在するカラス山川流域や、カラス山川と同じくも黒川水系に属する北沢川の流域は、世田谷区内でも遺跡の密集度が比較的高い地域とされる。これらの河川に面する大地上には、旧石器時代から中世に至る各時代の遺跡が分布していて、とりわけ縄文時代の集落が多く認められる。 縄文時代の集落遺跡については、玉川沿いの国分寺掛線上に、諏訪山、奥沢台、下野毛、瀬田、道家屋と、大倉などの遺跡群が連なり、これらは詳細は明らかではないものの、大規模集落との推定がなされている。しかし、内陸部に入ると、桜木遺跡と同じ目黒川水系の下流域で、鶴毛窪、蛇崩れ、大橋などの中規模集落が見つかっている程度で、 上流部に遡ると、八幡山、目黒沢北、船橋本村北、千歳、向山、新井、丸下など、確認されているのは小規模な集落の存在のみである。2005年に始まった本発掘調査によって、桜木遺跡からは、縄文時代中期の住居跡が多数見つかっている上に、その継続期間が長いことが判明してきた。目黒川水系に存在した最大の、 縄文時代中期集落であり、東京都内でも最大の規模と目され、同水系に分布する小規模集落遺跡群を結ぶ、ネットワークの中核的な存在であるとの推定がなされている。桜木ふれあい緑地。この付近で大霊時調査などが実施された。この緑地は、東京都立星保健院の跡地でもあり、2009年12月25日に、 桜木ふれあい緑地として開園した。前述した通り、桜木遺跡について本格的な調査が初めて行われたのは2005年になってからであった。この年の2月14日、集合住宅建設に伴う事前調査が世田谷区桜1丁目27番で実施された。調査は4月1日まで継続され、299.295平方メートルが発掘された。 本発掘調査は、この大霊寺調査以降、2015年、平成27年の第11次調査まで、合計で14回行われた。以下に、各次調査の概略、ついで調査によって判明した各年代の遺構や、出土物などについて記述する。旧石器時代大霊寺調査と第1次調査、第8次調査において、旧石器時代の遺物が発掘されている。 第霊次調査で見つかったのは、白片が2点のみであった。第一次調査では、旧石器時代の異物と遺構の有無などを確認するために、四屈孔を合計20本設定して、立川ローム層の X 層まで調査を行った。ただし、ローム層からは異物を見つけることができず、縄文時代中期の住居跡の副土中から、ナイフ型石器1点、二次加工のある白片が1点、 出土している。第8次調査では、ナイフ型石器が一点発見された。第6次調査及び、第11次調査では、第0次調査、第1次調査と、第8次調査で、旧石器時代の遺物が出土していることを受けて、調査校を掘って、確認調査を実施したものの、遺物の検出には至らなかった。縄文時代、縄文時代の移構等については、 合計14回の調査のすべてにおいて発見されている。その中でとりわけ注目されたのは第一次調査での350件以上に上る縄文時代の住居跡の発見であった。その内訳は住居跡223件、縦穴11件、掘立柱建物跡3棟である。その他に土工やピット、野外路、祭祀遺構なども発掘された。 縄文早期のものとしては、土器、石器の他に、落とし穴土工集め石土工が検出されている。住居跡は、時代的には、縄文中期のもので、2015年の第11次調査終了時点で283件、建て替えが行われた住居それぞれをカウントすると405件の住居が検出されている。桜木遺跡における縄文中期の住居跡は、 集落としての継続期間が約800年間と長く、また目黒川水系最大の縄文時代中期の集落であるのみならず、都内でも最も大きな集落の一つであると評価されている。一つの住居あたりの広さは約20平方メートル程度で、一時代に同時に存在した住居の数はおよそ40個前後と推定される。また、 縄文時代中期中央から紅葉に至るまでの村の変遷をたどることが可能であり、環状集落と呼ばれる広場を中心として、ドーナツ状に広がる当時の村の様子や人々の生活について知ることもできる。これまで国分寺が気仙沿いに存在する遺跡では、縄文時代の大規模な集落遺跡が発見されて、いたが内陸部にあたる目黒川、カラス山川水系沿いにある、 縄文時代の大規模な集落遺跡は貴重なもので、学術的にも重要なものとされる。桜木遺跡が縄文時代中期に都内最大級の集落を相当期間維持することが可能であった背景としては、豊かな自然環境の安定が挙げられる。縄文時代早期から、気行は温暖化に転じて安定し、縄文時代中期には温暖化のピークが過ぎたものの、自然環境は、 安定し続け、人口も急激な増加を見たと推定がなされている。まず遺跡がある大地の北部はこれまでの発掘によれば、住居の検出が少なく、栗など食料供給源となる林が存在していたと推定されており、また桜木遺跡の西側に広がる大地など、近隣の遺跡との間に広がる大地や、大地辺縁の傾斜地もまた、 桜木遺跡に住んでいた人々の食料の供給源となっていたものと推測される。そして近隣には桜木遺跡ほどの広さの平坦面を持つ大地はなく、東側には中石平野が広がっており、遺跡直下でカラス山川、細谷戸川が合流している。カラス山川と細谷戸川の合流地点付近は水場に恵まれ、しかも治水が困難な時代であっても河川と大地に、 高低差があったために、氾濫の恐れも少なく、また、水産、動植物の資源も豊富な土地柄であったと考えられる。このように桜木遺跡は、近隣の中で最も広い平坦名を持つ、大地上に立地し、水や食料資源に恵まれた環境に支えられ、縄文時代中期に長期間にわたって、大規模な集落を維持していたものと見られている。第一次調査では、 主に縄文中期の住居跡から土器、土製品が計506点、石器16,627点、石製品17点が発掘された。縄文時代中期の中でも最も古い住居は第一次調査で発見された頭台1ビット式のものであるが、頭台式の時期はまだ集落を形成することはなかった。桜木遺跡で集落の形成が認められるのは カツサカ2式の後半期になってからである。桜木遺跡の集落は、直径約150メートルに及ぶドーナツの形に似た、環状をしていたと考えられ、発掘結果から、まず集落が形成されたカツサカ2式からカソリー2式までは一つの環状集落、カソリー3式以降は二つの環状集落が、形成されたと考えられていたが、発掘が進行して、 多くの住居跡が検出されていく中で、集落形成期の勝坂西敷から2つの環状集落が形成されていた可能性が指摘されるようになった。桜木遺跡の集落は、縄文時代中期末のカソリン4式の終了期まで継続していることが確認できるものの、縄文時代後期が始まる、照明時期以降の住宅跡は検出されていない。土器は、 縄文早期から晩期までのものが出土していて、早期は、年始文系、縄文文系、前期が、初磯美意識、中期が五両が、大式、頭大式、勝坂式、カソリー意外式ソトシ式、蓮古文系、大木式八 AB 式、後期では、小明寺式、堀の内式、晩期のものでは、安行ファイク式である。土製品はミミ、耳栓、土器片、おもり、土製円盤、 土玉、皿浄土製品である。2015年に行われた第11次調査では、これまで規模の大きな集落のみで出土している三角柱浄土製品が発見された。三角柱浄土製品は土偶などと比較しても、はるかに出土数が少ない貴重内物であり、使い方は、はっきりしないものの、祭りに使用されたのではとの推測がなされている。第十一次調査では、 土器片を再加工して、漁網用のおもりに作り替えたと推定される土器片加工おもりも出土している。石器では、ポイント、打製石符、魔製石符、石属、石皿、すり石、玉元入りすり石、叩き石、大石、歴器、石水、大石、石棒、さっき、早期、石水、石角、二次加工のある白片、白片、再編、 PSSQ などである。石製品は、光玉製大種上耳飾り、垂れ飾り、形石製品である。弥生時代第8次調査で、弥生時代中期後半の土器4点が出土した。この土器は、中部高地系の影響がうかがえるものという。古墳時代古墳時代の移行等は、第1次調査で発見されている。発掘当初、 古墳時代中期の集落の発見は予想されていなかった。この発見によって古墳時代における武蔵野大地内陸部の開発が従来考えられていた古墳時代後期より世紀近く早まることになった。発見された遺構は時期としては中期と後期に分けられる。中期の遺構は前後に段階に細分化されていて住居跡5件と縦穴に土庫3が前半。 住居あと5件と縦穴4、土工1が後半のものである。桜木遺跡調査会発行の桜木遺跡愛では、これらの遺構について、共に5世紀第2四半期中の短期継続型集落と記述している。後期の遺構は、6世紀後半の大型住居1件のみが見つかった。桜木遺跡愛では、単独で存在するとは考えにくいとして、 今回調査区より北側に同時代の集落が展開している可能性を指摘した。なお、この遺構からは、たるきと思われる炭化した木材と焦土が多量に見つかるなど、火災によって消失した痕跡が見受けられる。平安時代、平安時代の遺構等が見つかったのも第一次調査であった。平安時代の遺構等についても、発掘当初は予想されていないことであった。 住居跡一件と縦穴一で、このうち住居跡については、尾根筋にあたる集落跡の最高地点に単独で存在していたため、一般の住居ではなく放火管理者の住居であった可能性がある。近世以降、近現代近世以降から近現代に至る遺構等も各自調査で発掘されている。近世以降に掘られた溝は、 農地の区画工と考えられていて、古くはこの付近が農地として利用されていたことを示している。第8次調査で発掘された近世の土工房69基は、勝光院の旧墓地と推定されている。江戸時代に地域の変更があった際、勝光院は入り口を東側に移動し、旧墓地も改装したと考えられている。近代に掘られた土工は、その大部分が、 第二次世界大戦に際して作られた対比号である。第一次調査で181機見つかった土工のうち180機が対比号であると考えられている。その形態は多岐に及び比較的少人数用のものから大型のものまである。これらの対比号以外にもその後の工事等によって土壌が拡乱され失われたものが多数あったことが推定されている。対比号は 第二次調査以降でも少数が発掘されている。なお、縄文時代中期の大規模な集落が放棄された、縄文時代後期以降、現代の住宅、道路建設等による大規模な土地利用の改変がなされるようになるまで、基本的に住居跡が拡乱された形跡はなく、このことから、縄文時代中期の住居跡を消失させるような、大規模な土砂崩れなどの自然災害は発生しなかった。 ものと考えられている。桜木遺跡から出土した遺物は、世田谷区うなね高校資料室に保管されている。これらの遺物のうち、2005年度の調査で出土した、住居群の遺構から発見されたものを中心とした4500年から5300年ほど、前の縄文時代の遺物が、2009年12月10日に、桜木遺跡出土の縄文時代遺物一括として、 世田谷区の指定有形文化財に指定された。その内訳は、縄文土器127点、土製品506点、石器4978点と石製品17点である。これらの遺物は、縄文時代中期の人々の生活について知る上で、重要な資料と評価された。2010年3月、世田谷区役所第二庁舎1階ホールで、 桜木遺跡からの出土品のうちから、壺や、石製品などの一部と、遺跡の全体写真が展示された。同年6月5日から7月3日まで、文化財に指定された遺没のうち95点が、うな根高校資料室展示室で特別に展示された。この展示では写真やイラストなどのパネルを使ったり、来場者のリクエストによって、学芸員が、 展示品の解説を行ったりしたことが好評で、迎えられて地元住民のほかに、世田谷区の内外からも300人以上が来場した。桜木という地名自体は、1876から1877年頃に付けられたものという、AB 第8次調査については、3回に分けて実施された。最後の三回目は、第九次調査と第十次調査の終了後だったため、 回数が合計で14回となっている。フツ、PSS キリー。石計石器とも呼ばれる。タガネのようにハンマーなどと対象物の間に置かれた関節物として使われたと推測されている。縄文時代に使われた石製、または土製、骨製の耳飾り。円形、または長方形のものが多く、石などを円形にくり抜き。 中央に開けた穴から外側に向かって一筋の切れ目が入っている。形状が古代中国の玉器に似ているためこの名がある。世田谷区において、弥生時代の遺跡は、縄文時代の遺跡に比べて数が少ない。その理由として、解説、図表、作品伏世田谷区四年表校では、両時代の長さに大差があるのと、 弥生時代の遺跡の立地条件から河川の氾濫などによって消滅し去ったものと考えられると指摘している。現在の桜一丁目から三丁目はかつて葛蜜院の地域であった。ありがとうございます。